皆さんどうもこんにちは、イカクです。久しぶりの実写動画をお送りしていきたいなと思います。まあ久しぶりとは言っても完全生配信とかガチャ動画の最初と最後で、まあ最近は実写出してたりはするんですけど、改めてこうやって実写動画単体で撮ろうってなるとなんか緊張する自分がいますね。本日は毎日動画配信をやっている防音室からお送りしていきたいなと思います。ちなみにね、ここに椅子が映ってると思うんですけど、これですね、ワールドカップの時にボンさんと米将軍さんが来て一緒に生配信したと思うんですけど、その時ボンさんが座ってた椅子になります。はい、マジでね、人が家に来ることないんで急遽ドンキホーテで購入した椅子となっております。まあそれはいいとして、今日はですね一個報告したいことがあるんですよ。おそらくもうタイトルやサムネで分かってる方いると思うんですけど、今回なんとヒカックイギリスに行くことになりました。よいしょー。いやー、わざわざ報告したってことは長期滞在か案件かどっちかでしょって思われたあなた、どっちでもありません。普通にプライベートだし6日間の旅行に行くことになりました。でイギリスのですね、どこに行くかっていうと、ここブライトンでございます。もう皆さんわかりますよね。ブライトンといえばサッカー日本代表三笘選手がいるチームがある場所なんですよね。今回なんとブライトン対マンチェスターシティのプレミアリーグの試合を生で見に行くことになりました。いや、これやばくないですか。実はチケット自体はもう公式サイトからですね1ヶ月前ぐらいから取ってたんですけど、 FA カップの影響もあってなかなか日程が決まらなくて、先日決まったのでもうその勢いで飛行機も取って行くことが確定いたしました。5月のね22日から26日ぐらいまでだったかな、ちょっと日程ずれてるかもしれないですけど、そのぐらいの時期にイギリスに行くことが決まりました。いやー、カタールワールドカップ以来の海外になるのでそこも楽しみなんですけど、そもそもあの試合って最終節の前の試合で、おそらくマンチェスターシティは優勝争いしてると思いますし、ブライトンに関してもまあ CL は厳しいとしても EL 争いはしてると思いますので、めっちゃ面白い試合になると思うんですよね。そんな試合が生で見られる、こんな最高なことはないですよね。もう今から胸がドキドキでございます。でね、まあ僕のチャンネル普段から見てくださってる方だと分かると思うんですけど、僕ってまあ基本的にイブットボールの動画を毎日投稿して、生配信もほぼ毎日やってるんですよね。で、あの動画って、だいたいその日撮ってるんすよ。もうため撮りができない男でさ、もうそれをずーっと改善しようと思って、4年間経っちゃったんですけど、まあそんな感じでもう自転車操業でやってるんすよ。っていう中で、イギリスに5日間とか行ったら、動画出せなくなるんじゃないかとかもね、いろいろ不安なところはあったんですけど、でもさ、こうやって行ける機会なんてなかなかないじゃないですか。もしかしたら人生最後のチャンスになるかもしれないなとかって思って、今回は行くことを決意しました。で、やっぱね、僕の中でカタールワールドカップでの経験っていうのもでかかったですね。日本代表の試合を3試合生で見てきたんですけど、コスタリカ戦ではすんごい悔しい気持ちになって、ドイツ戦ではとんでもないものを目の当たりにして、そしてクロアチア戦では目の前で PK 戦を見て本当に悔しい気持ちをして、もちろん悔しいこともすごくあったんですけど、その分サッカーを生で見ることの感動だったりとか迫力っていうのをものすごく味わって、やっぱりあの時の感動が忘れられないんですよね。っていうのと、やっぱ1月ぐらいからブライトンの試合をほぼ毎週生配信してきて、三笘選手があのレベルで活躍し続けてるってことがどれだけすごいことかっていうのがちょっとずつ分かってきて、だからこそまあ日本からエールを届けるのもそうなんですけど、生でこの声をちょっとでも届けたいなって思って今回は行くことを決意しました。まあ日本から応援してる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、その方の分まで三笘選手にこの声を届けていきたいなと思います。で、今回ですね、プレミアリーグ見に行くだけならわざわざ報告動画作んなくてもいいじゃんって思われた方いると思うんですけど、今回動画を作った理由は大きく3つあります。1つはその期間イーフットボールの動画だったりとか生配信ができなくなること。まあこれはやっぱり皆様にお伝えしておきたいなって思いましたね。まあイギリスに行ってる間はイギリスのこと存分に楽しみたいなと思ってますので、その期間はちょっとだけお休みさせてください。まあ他にもね、すごい実況者の方たくさんいらっしゃいますので、その期間はぜひいろんな方の動画を見てください。まあできるだけ僕もね、チャンネル更新できるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。そして2つ目はその前後はちょっと実写動画増やそっかなって思ってますね。まあ僕の実写動画そんなに興味あるって方いないと思うんですけど、ワールドカップの時もこんな感じでたくさん出してましたし、今回ブライトンに行くってことなので、まあブライトンの街
並みだったりとか、スタジアム周辺の雰囲気、現地のサポーターの方の熱気、さらには僕ロンドンにも2日間ぐらい行こうかなと思ってるんで、アーセナルやチェルシーのスタジアムなんかも突撃していきたいなと思いますので、まあ、そんなところを僕のチャンネルから発信できたらいいかなって思ってますね。まあ、結構ねカタールワールドカップの時も現地の雰囲気が知れて嬉しいみたいなこともあったので、そういった方々に少しでも届けばいいなと思って、今回も実写動画の方頑張って撮っていきたいなと思います。そして最後3つ目、せっかくさ三笘選手所属のブライトンに行くということで、皆様にお土産買ってきますよ。そんなにたくさんの方には配れないと思うんですけど、三笘選手のユニフォームとかグッズがあればちょっと多めに買ってきて、いつも見てくださっている視聴者の皆様に視聴者プレゼントキャンペーンなんかもやっていきたいなと思いますので、ぜひそのあたりも楽しみに待っていてください。ということでちょっと動画長くはなってしまったんですけど、今回ブライトン対マンチェスターシティを生で見に行くことになりました。もしかしたらアベマ TV とかスポ TV に映るかもしれないので、その時の試合はもちろん試合に集中していただきたいですけど、観客席が映った時は比較が映らないかぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画以上で終了していきたいなと思います。まあ今日は実写動画あげましたけど、明日以降はまたeFootballの動画だったりとかいろんな生配信やっていきますので、これからもぜひよろしくお願いいたします。そして皆さんいつも動画や生配信見てくれてありがとうございます。まだまだ比較頑張りますので、これからもよろしくお願いします。言い忘れてたんですけど、今日のおパンです。